先ほどはボールの説明、ボールの選び方の説明ありがとうございます、はい、ありがとうございます。すごい分かりやすかったです。 ありがとうございます、はい、実はですね、はい、今回そのボールの分解図、はい、分解されたボールがありまして、はい、うん、あすごい、こちらですね、はい、こうありまして、でこれ何が違うかというとですね、うん、一応ですねゴルフボールの構造ですね、これ4ピース、3ピース、2ピースと、こちらの3ピースも Z スター XV というのは、はい、1層、2層、3層、4層と、これだけ変わってます。そんな風になってるんですね。はい、これが何が違うかというと、うん、ここの中心のさっき柔らかい、硬いとか、そういう話をしてた、この中身ですね。こういう感じでボールってゴムでこういう風な樹脂で作られてます。でここの違いで、要はボールがヘッドスピードとか潰れた感じに変わってきますというのがあります。なるほど。でそれ以外に、はい、このボールのカバーという周りですね、周りですね、はい、こちらのディスタンス系というやつで、アイオンの、これがウレタンカバーというスピン性能が、はい、ゴム樹脂になってウレタン樹脂ってなってます、はい、ディスタンス系とかに多いのがこちらのですね、アイオノマーカバーという、アイオノマーカバーですね、アイオノマーカバー、はい、言いづらい、はい、あ、こっちの硬い、そうなんです、硬い、全然硬いです、硬いですね、その分だけ、はい、ここの中心の中のゴム質は柔らかいんですけど、うん、その外側が、まあ、こちらに違いまして、はい、ちょっと硬めっていう、そういう形になってるんで、そこが飛距離に追求されてますね、比べるとこんな感じ、はい、でここの部分で先ほど青木さんに、はい、アプローチのやった時に全然打感が変わってたっていうのがここの差が出てきますね、はい、この皮の柔らかさでその打感が違うんですね。打感も違いますし、まあ、ここの中心のやつもあるんですけど、アプローチのここの、うん、そうですね、まあ溝、まあ、溝ってよく言われるやつに引っかかりやすいというのが、こういう薄くて柔らかいものだとここに引っかかって、なんていうのかね、よくバンカーショットされるとすごいこうまあ、難しい話なんですけど、こうひっついて削れる時あると思うんですよね。それが柔らかいボールにはある特徴です。こういうディスタンス系ではなりにくいです。そこの違いでこのボールの断面図とかでこうやって上げると分かりやすいですね。うちのダンロップの方もこの総合カタログですね、はい、カタログ上にこういう風にプレイスタイルとかこういうこうで選べるようになっておりますので、よければ参考にしていただければ、はい。で先ほどこのボールの選び方の中でも、ちょっとこの今データ取った時、初速、打ち出し角、スピン量、はい、ここの3つっていうので変わってくるよっていうことを特徴してあげると、はい、よろしいかと思いますね。うちのダンロップですと、はい、難しい言葉で外洋内重って言いまして、外洋内重、はい、飛距離が外が硬くて中が柔らかい、うん、はい、まあ、漢字で書くと難しいんですけど、言葉で言うと簡単みたいな、うん、要はそこが中心が潰れないと、うん、要はボールに対しての力が伝わりにくいので、はい、そこっていうのがこういう構造になっております、うん、安けりゃいいってもんで、ね、ではない900円じゃダメだっていうことですはい、そういうことになります。なんか900円のね、はい、使ってるっておっしゃったんですね。そうですね、ですから、まあ、ちょっとね、こうまあ、コストのかかるものかもしれないんですけど、こういう消費するもので多少でもね、スコアに直接できるようなボール選びっていうのをしてもらえれば。そうですね、はい、これを聞くと本当に今まで適当にボール選びすぎてたなってちょっと反省そうですね、してますね。ですから、そうですね、このプロゴルファーになってくると本当そこが変わってきますね。すごい繊細ですもんね、はい、もう作りからして、作り、はい、うん、これでまあさっきね、はい、ボールのここの硬さでボールの球質、ボールの球質ですね、うん、もう変わってきますので、はい、若干の、ね、手助けになればと思いますので、わからない場合は当社の、ね、ダンロップのこうカタログとかにこういうふうにボールの説明書いてありますので、はい、選び方とかもありますので、よかったら参考にしていただければと思います。はい。
そのあとクラブ、そうですね、クラブ選んで、はい、クラブが第1、第2っていうのもありますんで、そうですね、はい、トータル的にも、トータル的に選んでいただければ、いただけるということですね、はい、はい、すごく分かりやすく説明いただきありがとうございました。ありがとうございます。皆さんご視聴いただきありがとうございます。ボールの選び方どうでしたか。今回ですね、このスリクソン Z スターのリンゴルフマーク入り、こちらを20名様にプレゼントしたいと思います。応募の方法は、概要欄、こちらとですね、概要欄コメントに書いてありますので、ぜひ応募してください。いいですか。すいません、応募お待ちしてます。